トラビス・ドットは、オーストラリア、南オーストラリア州アデレード出身の、同国代表の元サッカー選手。アボリジニ。オーストラリア南オーストラリア州アデレードで生まれると、ユース時代は1996年に、オーストラリア国立スポーツ研究所に席を置きプレー。アデレードシティ FC で16歳281日と、NSL 史上4番目の若さでデビュー。 2003年のフットボールキングズ FC 戦で NSL 史上5人目となる途中出場でハットトリックを達成し4から1で勝利した。2003から04シーズン終了に伴い NSL が消滅すると国外にプレーする場を移しマレーシアのジョホール SC、ギリシャのパニオニオス GSS に所属した。パニオニオス時代は監督交代により滞在は短い。 ものとなり、リーグ戦4試合、UEFA カップ2004から05は、イタリアのウディネーゼカルチョ相手にゴールを決めた試合を、含め、5試合に出場した。2005年、地元のアデレードへ戻りアデレードユナイテッド FC と、契約すると、同2005から06シーズンの A リーグを制した。二0七年五月十三日、AFC チャンピオンズリーグ二0七ドンタムロガン,ン FC 戦で、 オーストラリア人初となるハットトリックを決めると、そのパフォーマンスからカシマ・アントラーズが獲得に興味を示した。2008年7月にマイケル・バルカニスからキャプテンマークを引き継ぎ、2003年のクラブ創設時から4番目のキャプテンとなった。このシーズンは FIFA クラブワールドカップ2008開幕戦、ニュージーランドのワイタケル・ユナイテッド戦でのゴールを含め、 MF ながら11ゴールを記録。また、リーグ戦、第一節のパースグローリー FC 戦で、クラブ史上初の通算出場100試合を達成すると、この試合唯一となるゴールを決め1から0で勝利を飾った。2011年3月11日、2年契約、3年目に延長すると20万ドルが追加で支払われる、オプション付きでパースグローリーに加入した。 2006年8月16日、シドニーフットボールスタジアムで行われた AFC、アジアカップ2007クウェート戦で、オーストラリア代表デビューすると、先制ゴールを決め2から0で勝利した。また、このゴールは、アボリジニ出身のオーストラリア代表選手として、初めてのことだった。ABC フロム A、リーグ2、アジア4.8ウディネーゼアンダーンワイプラッキー、パニオニオス。 ハットドットリンクトィズジャパンスウィッチ、ハットクール、ドットニュー、アデレードユナイテッドスキッパー、ハットグローリーファイナリーナブスドットハット、トレイルブレーシングドット、ありがとうございます。